世界で一番お姫様、そういう扱い心得てよね。その2、ちゃんと靴まで見ることいいね。その3、私の一言には3つの言葉で返事すること。わかったら右手がお留守なのをなんとかして、別にわがままなんて言ってないんだから、文句は許しませんの。あのね、私の話ちゃんと聞いてる、ちょっと。あ、それとね、白いお馬さん決まってるでしょ、迎えに来て。わかったら貸し付いて手を取って、お姫様って別にわがままなんて言ってないんだから、私